付箋になってるわけですけど、それもちょっと精密に書いとくと4分の 3x 2乗このぐらいで、なんかこんな感じですよね。 y イコール、4分の 3x 2乗で、その下側、ただし境界は含まないですね。それはここに統合入ってないからですね。で、なんか緑薄いですけど、で、これずっと同値変形で来てることにも注意して、ずっと必要十分であるということも論理的にきちんと追っかけてほしいですけど、したがって求める領域は右の図の斜線部分です。ただ境界は含まないんです。で、これは、まあ、答えとしてはこれで終わりで、この緑で塗られた部分が全てですよね。この中から XY っていう点取ってくると、どんな A を通っても、この形の式で表された放物線がその点を通ることはできない。逆に、A を実数全体で、好き放題動かしても、この、点線上は実はギリギリ来れるんですが、この点線の上側しか来れないから、この緑の領域に浸水してくることは絶対ないわけです。で、まあ問題の答えとしては終わりで、で、なんでこうなるのかっていうと、それは崩落線的な議論はもちろんあるんですが、ただこの問題は、まあ崩落線というのは超発展なので、その超発展の話を聞いた人しか知らない話かもしれませんが、なんで結果が放物線になるのかっていうと、放物線の放物線を放物線に沿って動かした結果が、放物線、もう一回放物線内を塗りつぶす形で動いてるっていう話なんです。だからこれが、これと一般の A の形で先に平方完成しておきましたけど、これ頂点は方程式、頂点の座標はマイナス2分の A の、4分の 3A2 乗ですよね。で、これを頂点もう一回 PQ と表しておくと、 Q イコールいくら P2 乗してから3倍ですから 3P2 乗ですよね。という形で、から放物線そのものを放物的に動かす X 座標に対して、頂点の X 座標に対して Y 座標をその2乗のさらに3倍という形で動かし続けると、から、これが、こういう風にいきますよね。これ頂点の軌跡ですけど、頂点の軌跡、が、Y イコール 3X 2乗ですけど、Q イコール 3B 2乗ですよね。で、こういう風に動かしたときに、それの広がってる全体が、y イコール4分の 3x2 乗の、境界および上側にあるという。で、まあ問題は通らない領域ですから、その補集合という形で得られてるわけですけど、で、これは、放物線を放物線的に動かすと、その、なんか上に伸びてる頂点以外の、この生えてる部分も全体も、放物線の内部を塗りつぶすという、意味で、で、それがなんでなのと聞かれると、ちょっとまあ、だから放物線の頂点以外の点を頂点から辿っていくやり方でこの式に代入したら、もう一回、軌跡の方程式に
頂点以外の点の座標をジェネレートするような式を代入すると二次式が出てきて抑え込めるという話ですけど、ちょっとあの接線ではないので微分的な話とはそこまで相性は良くないです。塗りつぶしをするときに最後積分するという意味では同じなんですけど、だからあの何らかの意味でこの A 全実数全体についての A の積分で、積分とあまり言わないかもしれないけど、各点におけるといって5って足し合わせていくと、もちろんこの上側の放物線領域、放物線の中領域に塗りつぶせますけど、ちょっとこれそれ以上の議論をなんか微分の言葉とかでするのは限界があるので、これはここまでですね。だからなんで放物線の形になるのって納得しようと思うと、辛いところなんですが、まああの証明の流れに沿って言うんだったら、判別式があのこの元の与えられた式の形から判別式にの条件が、境界条件が y が x の二次関数になるような、すなわち放物線の形というのが出てくるという話自体は理解できるんじゃないかと思います。まずそこをあの同値な条件でずっと終えてるということが大事なので、そこの確認はやってみてください。で、高校レベルでの回答としてはこれが精一杯ですけど、まあ、使ってる条件自体は形式的に言うと判別式一発なんですけど、なんでそこまでに希釈できるのかというの論理的な変形が全て同値できている、必要十分できているということは必ず確認してできるようにしてください。あとはまあ技術的にできるようにという、それからあの領域のところ、軌跡と領域の単元で学んだ取り扱いをの最後まで丁寧にやるということを心がけてください。